皆さん、お久しぶり。YouTube と Facebook と、Instagram の皆さん、チェリーです。よろしくお願いします。お久しぶりです。今日は私も、自分の証についても話したいと思います。今日の証は、私は、毎日自分のチャレンジでは、3つのことのためには、感謝していると感謝したいのことを、Facebook と、Instagram で、写真を撮って、そして、ポストの中で、写真については何か感謝してると感謝したいとか、そのことは、Facebook と Instagram でポストをみんなと見せたいと話したいと思います。どうして私は、自分の、感謝したいのチャレンジがあるから、理由は、説明します。私はクリスチャンになって前は、いつも、なんで、どうして私は、人生のことは、悲しいとあまりいいのことのついてが、見せる、見ることを受けたと思いますか？の感じで、日本語 まだ下手です。そんな感じのことを、よくじゃない？時々が思ってる。で、クリスチャンになってから、私の、教会の、先輩じゃない、先生みたいな人は、人生の中で、あまりいいの経験を出てのすることを、とか、嬉しいのことを、と、いいのことを、と、一緒に、と、よりも、どうして、いいのことのよりも、話したいと、のより、の方がいいかもしれませんかな、の方が、な感じで、日本語下手、と、私も、そのチャレンジは OK。私はチャレンジが受けたいと思います。その時から、私は、人生の中では、いつか、でも、人生なんでも、嬉しいと悲しいとあまりいいことを、出てるかもしれませんなら、私はいつも、これからも、人生の中で毎日やっと3つのことのためにが感謝しているようなことを、写真と撮って、インスタグラムとフェイスブックのポストに、書いて、ポストアプリして、皆さんと話して、と見せたりと思います。そのことを、毎日をすることを、頑張ってするのことの時、私の人生は、もともと楽観的になることと思います。だから、私も、みんなのおすすめのことを、
みんなも毎日やっと3つのことをのためにが感謝しているのことを Facebook と Instagram で写真と書いて書くて Facebook と Instagram でポストかけてアプリしてみんなとポストして見せてと話してと思います。だから私のチャレンジは感謝してるのチャレンジと思います。 So, 英語で Prayer Challenge と思います。So, どうして Prayer は祈ってのチャレンジになりましたから、ノリオは感謝してのことは祈ってと、感謝してるとこことをと思います。So, だから私は Prayer Challenge と祈って感謝したいのチャレンジを進めして、いやと思います。ありがとう。今日もありがとう。ビデオを見てくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。チェリーでした。バイバイ。